はい、今日は2月の6日夜8時31分になりました、現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、国民、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、ニ2バン東大阪、狼少年ならの狼親父の声、こんばんも皆さんに届けてまいりましょう。 皆さん、こんばんは。さあ、今日皆さんご覧になっていただきましたか今日ね、私が昨年の9月の24日に選挙ありましたね。東大阪市議会議員選挙。そこにね、新人で賛成党、吉村大樹というね、 この議員ですね。この議員が当選したわけなんですね。31歳、吉村大毅。この名刺は今日もらった名刺なんですね。そしてもう一枚、これ名刺があるんですが、ね、これはこの吉村大毅。この議員が選挙活動ですね。 選挙活動、ちょうどね、東大阪の氷炭山の商店街でね、自分でチラシ巻いてね、アジ演説をやっていたところに私が行ったものですからね、私はアジ演説をね、行わずに、この名刺交換したわけなんですね。 その時に初めてこの賛成党、ね、の吉村大樹という面識を得たわけなんですが、さあ、議員になってはや4ヶ月が経っていますね。3ヶ月過ぎましたね、えー。10月、11月、12月、4ヶ月ですね。さあ、この4ヶ月の間に9月の選挙があってね、11月に議会が開催されたわけなんですね。 当然、私は、ね、時間があれば必ず議会で傍聴に行きますから、ね、本会議傍聴、さらには委員会傍聴ですね。今、私がね、皆さんに、東大阪の野田市長の悪性不正を連日、長年ね、私が YouTube を始めた4年ほど前からでも、もうほとんどが、 90%が東大阪の政治行政についての候補なわけなんですね。その中で、ね、この吉村大毅という議員は、各ね、東大阪には委員会がね、5つあるわけなんですね。まあ、50万年の委員会、ね、議員が38名いますから、市長1人に副市長が3名、つまりね、 そういう大きな中核政令市、つまり中核政令都市というのは、もう大阪府にいちいちさまざまな許可を、ね、申請しなくても、勝手に国と同じような、ね、いろんな法律、さまざまな、ね、行政ごと、ね、長自治法によって、約二千数百件の、もっとでしょうかね、大方もほとんどですね。 ほとんどの市民が生活するにあたって許可申請などはもう勝手に判断して許可を与えることができるっていうのがこれがね、中核政令都市としてね、制定されているそこは確かに30万以上から40万以上でないとね、中核市にはね、申請しても認められない。この東大大阪阪市は大阪府で 3番目に大きな市なわけなんですにまず一番大きいのは、ね、約280万人と言われる大阪市ですね。現在、横山維新の会の横山市長ですね。そして2番目が堺市なんですね。ここが人口約80万人。それに次ぐ、第3番目がこの東大阪市なんですね。50万人。 ところがちょっともう50万人切ったのではないかな。ね。この人口、まあ、どこでもね、減っていくと、ね、減っていると言われるんですが、ところが、行政によってね、当然増えるとこもありますに、ね。どういうところが増えていくかといったね、あの、面白い泉というね、市長が、ね、今は引退されて、コメンテーターとして、さまざまなテレビでね、コメンテーターとして活躍されておられる泉市長の時 神戸市のあ兵庫県の証市,市、ここは、ね、どうも子育てに最高の,、ね、あの擁護するということで、人口が増えているというんですが、この東大阪市は、ね、悪性不正義がもとでに、ね、人口が減っているわけなんですね。そして大阪から来られたら、引っ越して来られたら、なんで東大阪市の水道料金こんな高いんやと、びっくりされるわけなんですね。 それほど、ね、この市民にとっては暮らしにくいような街にしてしまったのが現在の野田義和市長なわけなんですね。そして、あの昨年の9月にね、あった大騒動は、住民主党公明党を裏切って、維新の会の公認をもらった野田市長5000人に挑戦して、さあ、当選したのはいいが、ね、なんと副市長、 ね、三人おったうちの二人が、一人は首で、一人は逃げ出したわけなんですね。そのような状況で、次の副市長の選任ができていないような状況の中においてね、私は、ね、この吉村大輝というね、この議員に、昨年の11月の議会の時にね、この議員が初めて、 委員会でで質問したわけなんです、ね、どのような質問したかというと、ね、約50人ほど、ね、建築水道委員会の職員が、ね、参加して行われた委員会室においてね、これ、道路管理課、建設道路管理課ですね、ここの、ね、職員に質問したのがね、あの、八重里駅前の 布施警察の隣にある駐輪場がいっぱいなんでありますが、他に駐輪場を制定する予定はありませんかこのような質問をしたわけなんですね。さあ、なぜこの吉村大樹、ね、が、議員がそのような発言したのかなと思って、ちょっと調べてみたらね、この駐輪場よりね、150メーター南に行ったところにね、 この人物の、ね、吉村大地というものの居住が登録されていることが分かったわけなんですね。さあ、このね、名刺ね、これ31歳と書いてますね。31歳、ね、この時出てるの。これがね、一番最初に私がね、もらった 正体に甘の駅前で、私の見張り番東大阪道村慎太郎と名刺交換したときにもらった名刺がこれなわけなんですね。そして、今日、彼がこの吉村大輝議員として、ね、私と面談したときに、ね、名刺交換したのがこの名刺31歳というのが消えてますね。 ところが問題はこの裏なんですね。当然、ね、この名刺立派な名刺ですね。この、立派な名刺の裏、ね、これ、選挙の前に、この吉村大輝議員が、東大阪市民に手渡した名刺らしいんですね。この裏にはね、確かに皆さん、ここに住所が書いてあるでしょ この住所、ね。吉村大地講演会事務所と書いてますね。講演会事務所ですよ。講演会事務所と書いてあるでしょ。ここに。ね。ところが、この住所がね、東大阪市中小坂4丁目1-25-201。 なんですさあちょっと待ってくださいね。 ししましたこの私がね、今日あの面白い面会してからね、住所、この吉村大毅議員が議員になる前に、吉村事務所というね、この東大阪市中小坂4丁目125-201。 これってて書いてますね。ここへ、ね、ここは私もね、この近くで青春の頃を過ごしていましたから、すぐに分かるわけなんですね。この、今日行ったわけなんですよ、ここへ、ね。この、右側の、これね、ここの塀ですね、この塀の建物なんですが、 さあ、このね、これがどうも、あの、シェアハウスだったとこなんですね。若者が5、6人、10人ぐらいで、共同で生活する、ね、とこだったんですが、これがそうなんですね。この、ここがそうなんですね、これ。そして、ここの、ね、 入り口のポストがあるんですね。さあ、ポストを出してみましょうか。このポスト。ね。ここが玄関口、オートロックになっています。ね。正面のオートロック。ね。そして、このオートロックの手前に、郵便ポストがあるわけなんですね。これがそうなんですね。2、4、5、3、15ありますね。15。郵便ポスト15個ありますね。この、 201と書いてあるとこをね、新しく私が取ったのがこれなんですよね。この、これがそうですね。201。201の郵便ポスト。ね。これ、これもダイヤル式になってますね。勝手に開けることはできませんね。 ところが上に201ね、と表示だけされてますね。この住所を尋ねていったら、ね、ここの住所ですね。この201のね、郵便ポストがこれのわけなんですね。これ。何にも書いてありませんね。この中で何も書いてませんね。 これ。ところが、これには、吉田大輝、講演会事務所としてあるんですね。これ、居住ではないわけなんですね。まあ、家をね、事務所にされている方もおられるんですがね、市会議員になる者がね、まあ、住んでるところどうこう言うんじゃないですが、国からね、 政党であれば、本部とかからね、いろんな書類が届くわけなんですね。役所からでも書類が届くわけなんですね。そして、市民からね、いろんな要望とかが議員に届くわけなんですね。そうでしょうところが、この郵便受けには、何の表示も、何の明示もないわけなんですよ。ただ、201と書いてあるだけでね、ダイヤル式の 郵便ポストなんですが、普通ね、自分が住んでいるところの市議会議員であったらね、看板出すと思いませんかね。まあ、はっきりと看板出さなくてもね、自分の名字、ね。この郵便ポストに賛成と、ね。東大阪市議会議員、吉村大樹というね、このような吉村大樹というね、表札代わりに、 入れると思いませんかところが、居住疑惑っていうのはね、こういうところからね、疑われるわけなんですね。が、このね、言うたら、この、若者が10人ぐらいで共同で生活するようなところだったところがね、部屋が区切られたらしいんですね。言ったらワンルームですね。 入り口は一つなんですよ。ね。ということは、昔のアパートですね。このアパートで部屋、ね。部屋が一人ずつに分かれて、そのような、ね。ハウスになったわけなんですね。ところが、この人物が、ね。居住疑惑というのは、どのような疑いを持たれるか、それを証明するにはね。 公共料金。電気、ガス、水道。これを毎月、ね、シオ送りとして払っているか。これが裁判などへ持ち込んだ場合にはね、これで判断、裁判、裁判長は判断するわけなんですね。ところが、このシェアハウスの15人、ね、この郵便ポストを見ると15個ありますからね。まあ管理人を入れて、ね、10、おそらく、これね、 こういうポストなんですね。こういうポスト、郵便ポストですね。この郵便ポストがね、15個ありますので、ね、これですね、これ15個ちょうどあるんですね。12、9と11、14個ですね。14個。 ということは、14部屋あるということですで、ね、14個ですね。14部屋あって、このうちのね、えー、ね、真ん中、ね、真ん中、一番下の段ですが、ね、201というのがあるんですね。この201。ここが、この吉村大輝氏の議員の部屋だ。居住だという届けが出されているんですね。ところが、この吉村大輝というね、 は今度今日もらった名刺なんですがこれねなんと吉村大地講演会事務所という住所がないんですねそしてどこへ住んでいるのかもわからないただ携帯番号ね2個あるんですね06の 76357918ね。ファックスだ。これはね。ファックスとしてるんですが。さあ、もう一つは、05052427499。05052427499。これがね、私がここに電話したのが確かそうだったと思うんですね。ところが、この、一番最初に、 もらった、この電話ですね。これ。この電話。ね。議員になる前に、吉村大毅議員が私に、ね、名刺交換した時に渡してくれたこの名刺には、ね。事務所と書いてあるんですね。吉村大毅。ね。えー、講演会事務所。ね。というのは、市会議員はね。 その市に居住しなければならないとなっているわけなんですね。住んでいなければならない。それも3ヶ月前、選挙の3ヶ月前から、ね、居住していなければならない。ね。住所じゃないんで、居住なんですよ。居住地なんですよ。ね。ですから、ね。ここに、ね。今、新しくもらった、この度、今日ですよ。ね。 ちょっとおかしのことをね、この吉村大輝議員がね、最初に私がね、部屋にね、伺いしたところね、まず名刺交換からしましょうかと言ったところね、何と言ったかといや、もうあれ、前に一度お渡ししましたからとこう言ったんですね。しかし、あれは議員に何るでしょう。ね、 議員になられたあなたの名刺交換したいんですよと言ってね、行ったところが、この名刺をね、渡してくれたわけなんです。交換した時にいただいた名刺なんですね。さあ、ここにね、これ、ね、どうも、ね、この人物の今日の皆さんね、まだ見られていない方は、ね、この3つ前の私の動画、この本人の ね。顔が映っている動画がありますんで、それをご覧くださいね。そして、またこの、ね。私が今やっているライブをご覧になられたら、よく、この人物像が見えると思うんですね。さあ、この裏に書いてある、ね。この経歴ですね。立派な経歴持っていますね。これ、ね。皆さん、ね。 1992年、平成4年生まれ、奈良県出身、東大阪市、中小坂在住と書いてあるんですね。在住。どうですか住所書いてないんですよ。在住って書いてあるだけで、ね。そして、関西大学法学部、法学、えー、政治学科卒業、在学中の21歳で起業、インターネットを使い、 町工場の集客や通信販売事業、広告業などを営む、2023年10月から東大阪市市議会議員、2013年起業20、2015年関西大学法学部政治学科卒業、2019年一般社大法人大阪青年会議所入会。大阪青年会議所入会としてますね。 東大阪に商工会議所があるんですけども、これ入ってない。これちょっと調べてみようと思うんですね。そして、2023年、東大阪市市議会議員。これ全部ちょっとね、この下に書いてあるとこ、明日からね、ちょっと調査をしようと思うと思うんですね。このね、経歴ね。さあ、そして、 吉村大地講演会事務所と言ってるんですが、電話番号だけです。で、メール、メールアドレスですね。私はこのメールドアドレスをよ使いませんが、このような名刺なんですが、ね。この、シェアハウスみたいなところに、ね、住んでいる。私、近所のね、本当セブンイレブンのね、2軒置いた隣なんですよ、この建物が。 ね、この建物のあるところが。ですから、ね、この建物のあるところがね、セブンイレブンの、ね、2軒隣の、ね、なんというかねシェアハウスって本当に昔のアパートですね。これをきれいに、ね、れリフォームして部屋を作ってね、ねここから一つの出入り口から出入るようになってるんですが、何の看板もない。ね、本当に、あの、 郵便ポストにも何の看板もない。何の明示もない。事務所だけではダメなんですよ。ね。居住しなければならないとなっているんですよね。ですから私は今日ね、選管に連絡して、居住疑惑についての、ね、法律。ね。公職選挙法による居住疑惑についての法律があるでしょう。その法律の表題が欲しいんですよ。 言ったところが、ああ、堂村さん、それね、あの選挙管理委員会で、その表題をね、用意しておきますと返事してくれたわけなんですね。さあ、ところが、ね、この2つの名詞、ね、最初、ね、私が名刺交換した時には、このようにして、ね、住所もちゃんと記載されていたものが、今回、 当選してからは住所がありませんに住所がない代わりに東大阪、中古坂在住としてるんですね。在住としてるんですね。そしてね、近くのお店に行ってね、聞いたら、あ、たまに来てくれますよとこう返事をいただいたわけなんですね。たまに来てくれますよということなんですよ。ね。 でそこのね、金魚に住んでいることをご存知ですかとたいや、そこへ進んでられるんじゃないでしょうかこういう返事だったんですね。そして、この2軒隣のセブンイレブンですね、コンビニ、駐車場はね、そういうね、20台ぐらいで止める大きなね、本当に立派な、ここはね、なぜ大きなセブンイレブンね、いい場所かなっていうと、ここね、近畿大学の学生が。 ね、いつも歩いて大学へ行くときね、通り道なんですね。ですから、そこはね、よく両角、ね、が多いわけなんですね。さあ、そこで私は店員が3人おられましたんで、ね、店員に、このコンビニに、東大阪の市議会議員のバッチつけた、賛成党の吉村大樹っていうね、議員が来られますかと聞いたんですよ。3人が3人とも 首をかしげて、いやー、わかりませんと言われたんですね。これも大学生のバイトみたいな人たちでね、若い人たちでした。というのは、参政党と聞いたらね、YouTube をね、ちょっと政治に興味があって、ね、そして YouTube を見るものであればね、この参政党の神谷総平氏、ね、議員が、どのような発信をしてね、そして、 国民市民にね、訴えてきて、議員になっていったか、その P がよくわかりますね。さあ、私が、ね、今日、この、吉村大樹議員に、YouTube、動画撮影しますよと言ったらね、ちょっとやめてくださいよと、こう、来たんですよね。さあ、皆さん、ね、私、ね、突然、 この吉村大毅氏に会いに行ったんじゃないんですこの吉村大毅議員にね。昨年、委員会を傍聴していて、面白い質問したなと思っていたんですよ。そうしたところに、まあ一度、どのような気持ちで議員になったらね、東大阪のためにね、市民のためにね、頑張ってくれるのかなと思ったんで、 電話したんですよ1月、正月明けに。ね。一度、面会したいんですが、ところが思ってね、電話したところ、この電話ですね、050-5242-7499、ね。えー、7499に電話したところね、ずすでだったわけなんですね。それで私が、ね。ンドりムラ村慎太郎です。ね。一度、面会したいんですが、 時間があったらお電話くださいというように留守電入れたんですよ。そうしたところになかなかかかってこないんですよ。一週間ほどして電話がかかってきたんですが、ね、その一週間後に電話ってところが違う。この電話ではなかったわけなんですね。私がね、私の携帯に登録している電話ではなかったわけなんですよ。 ね、見知らぬ電話からあって、あ、市会議員の吉村です。こうなったわけですね。そして、何の用事でしょうかこうだったんですよ。ね。私がね、朝のライブで言った通りに、市会議員になる器の人はね、最初の挨拶ですよ。ね。私と面識があるにしてもね、 あ議員の吉村です。ね、このたび、ね、議員に、ね、当選しました。またね、東大阪のことについて頑張りますので、よろしくお願いします。このような挨拶かと思ったら、何の用事ですかと、こう来たわけなんですよ。ね。いやいや、あなたの議員としての政治思想、あるいはね、東大阪にとっての、ね、どのような政策を持ってあるのか、それを尋ねしたいんですよ。 こう言ったんですねそしたら、今忙しいので、ね、その話はまだ、ね、会えないんですよと、こうだった、こう返事されたんですね。だから私が、ならば結構ですよ、議会事務局を通して面会を申し込みますから,申し込みますからと言ってやったら、そうしてくださいと言われたんですよ。だから私はね即座に東大阪市の議会事務局へ電話して、ね、吉村大樹議員に、 面会を申し込むから、日時はそちらで設定してください。このように申し込んできたわけなんですね。そうしたところが、3日ほどしてね、事務局の職員がですよ、私にお詫びの言葉を発したわけなんですね。普通ね、議員に面会を申し込んで事務局を通したらね、 一日ぐらいは遅れても、ね。そら、議員にも事務局から連絡しても、ね、今日は取れなくても明日ぐらいは必ず取れますね。一日遅れで連絡が事務局から来ることはあっても、ね。四日も経って、私にその回答が来たわけなんですね。さあ、 事務局の担当職員は何と言ったか。どうむらさんすみません。電卓が遅くなって申し訳ありません。このような言葉を、お詫びの言葉をね、電話口で言われたわけなんでね。次の議会,議会事務局の職員がですよ。吉村議員との面会が2月の6日の 朝10時から30分程度としてくださいということですが、いいでしょうか。おそれで結構です。と言って私はね、1ヶ月が待ったんですよ。今日という日を。楽しみに待ったんですよ。ね、まず聞きたいことはね、今日の私の朝の動画、面会時の動画をね、皆さん見てください。この、 吉村大三31歳。今回は32歳でしょうね。おそらく、年が明けたので。ね。政治理念など、何もないことが分かりましたね。これ、東大阪市の市民。ネットで、当選した議員が、議員がですよ。 ネットで、YouTube で当選した人物が、YouTube に投稿されることを拒否したんですよ。ね東大阪の市民としてね、議員として、私の数少ないね、この閲覧者においても、何人かは東大阪市のね、市民がね 閲覧してくれてるわけなんですね。しかし、ね、その YouTube で当選してきている賛成党の議員が YouTube に登場することを拒否したあの姿、どうですか動画を撮ると言ったらあのうろたえりを、あれが議員の集大というんでしょうかね。30歳にしてですよ。 自分たちはインターネットを利用して、YouTube に投稿して、そして選挙運動をやって、当選した人物らですよ。ね。なんと、私の数少ない視聴者の人たちのために、ね。まあ、どんな政治に念を持って、思想を持って、東大阪市のためにね、 市民のためにどのようなね、政治を行ってくれるのか、それを聞きたいために面談したのにもかかわらず、どうですかあの途中でね、訴え、助けを求めていたあの時にね、ちょうどスタートから3分後ぐらいですね、ドアが開いて一人の議会事務局の職員を私が連絡したんですよ。なぜならばね、 あの時の動画は一回スタートしたんですよ。その時に一人ね、その支援者、秘書的な男がね、もう一人おったんですよ。この吉村大樹議員のね、横へ座ったんですよ。そして私が動画を発信しようとして、スイッチを入れてね、これより面会を賜りますと言った時に、あ、私はね、これ消してください。 私は映ったら具合悪いですからと言って立ち上がっていったので、1回ね、私はあの削除したんですよ、1回目スタートしたやつを。そして、ね、改めて、ああ、こういうことか、ね、と思ったので、事務局へ私が電話して、ね、一度、吉村大輝議員と立ち会いす、ね、この面談するのに、事務局員、な誰か一人立ち会いしてもらえませんか。 立ち会いに来てくれという手をお願いしたんですよ。ね。そして、電話切ってから、ね。話をして、スタートしたのが、二回目のあの、うろたえをですね。挨拶する前に、いや、私、それやったらなんじゃかんじゃ言うてましたに、ね。あれ、集大ですに、ね。吉村大輝議員の。ね。そして私は、ちゃんと、ね。スタートするのに挨拶をして、ね。これより、 ね、面談よろしくお願いしますと。ね、言ったけども、そこへ議会事務局員が入ってきたんですよ。当然、ね、テープを録音するために持ってきていますに、ね、机の上で置いて、ね、録音していました。そして私も、ね、質問に答えようとしなかったわけなんですね。あなたの経歴を教えていただけませんかと言ったら、 あのうろたえようはどうですかね、経歴さえも、この東大阪市民のためにね、私の動画で広報しようと思ったら、ね、答えられない。そして、ね、この吉村大樹という議員が東大阪の建設水道委員会の委員をやっているためにね、そのことで、 私は質問しようと思ったんですが、建設委員会の委員ですね、言うたとおり、途端に立ち上がって、ね、正面の席から立って、違う、パソコンの前のところに座ったわけなんですね。おそらくこの時ね、動画、私の動画見てください。ね、そこへ座って、私がそちらの方を向いてなやった時に、慌てて、画面、パソコンの画面消しましたね、スイッチを。 切りましたね。これひょっとしたらね、この男、役所のパソコンでね、自分の本職の仕事をしていたんだよ、まだにかなったもんですね。これ、ここに書いてますね。この人物のプロフィールに。ね。インターネットを使い、町工場の集客や通信販売事業、広告業などを営む、2023年10月から、 東大とか市議会議会員このようにね、これ、書いてますね。2台ね、大きめのパソコン、画面の大きなものと、中ぐらいのね、パソコン、2台を置いていてね、2台ともスイッチが入って、中にね、画面に何か映っていたわけなんですね。慌ててこれ、パソコン消したんですよ。ね。まあ、自分の視界室でね、 仕事をしようが何をしようが、インターネットをやろうがね、それは大してね、問題にする必要はないんですが、ね。ところが、私の質問に、現在、野田市長の側近である副市長二名が、欠落、欠席となっていて、選任できていないが、これを議員の立場としてどのように思っておられますか、となったところが、何と言われましたかあの、え、この議員は、吉村大樹議員は、 私は、市長サイドではないので知りません。こんなん言ったのに。これ、私はね、議員の立場として、東大阪市の副市長、二人が欠席しておりますが、ね、欠席というのは、ね、今、選任されていないが、どうおわ、議員の立場としてどう思われますかと私は質問しておりますに、ね。それについて、 私は市長採用ではありませんので、わかりません。こんな返答ですよ。その次に、ね、どうも歯らかしの一人言を言っていますの、ね、で、やったのが、副市長二人がいなければ、五つのある委員会、東大阪が大きいですから、五つのね、委員会、ね、一個の委員会に50人ぐらい、ね、出席するわけなんですね、部屋いっぱいに、ね、 審議委員会出演いっぱいになるぐらいね、50人ぐらい参加するわけなんですね。そういう委員会が5つ行われるわけなんですよ。そして、副委員、副市長が必ずセンターに同席してね、その審議される、ね、当局が出してくる予算案をね、審議してもらうわけなんですね、議員に。8名の議員ですね。ほとんど8名でね、ね、議会、その委員会が行われる議員ですね。ですから、 その副市長がいなければ、今までね、三人の副市長で、五つのね、委員会ですから、日にちを変えて審査されていたわけなんですね。ところが、一人しかいないと、副市長がいないと、野田市長がその委員会に参加しなければならないわけなんですね。ということは、あと三つ、ね、残っている。さあ、大変なことなんですね。 そのような状況もね、あるので、私が、ね、二人の副市長がいなければ、委員会が混迷して、ね、伸び伸びになるんではないですかとこう質問したところが、ね、いや、そんな伸びるんですか知りませんでした。こう言いましたね。皆さん、特に東大阪市の皆さん、そして全国の皆さん、 この賛成党東大阪市議会議員、吉村大地議員、これ、議員の資質など、どこにもありませんに、東大阪市のためになど、一切一言も行政に勉強しようともしない。だから私はね、嫌味のために前のこの控室を使っていたのは、ね、無所属の河野議員だったんですよ。その議員は、 六法筆頭に、長自治法、さらには議員名簿、そして、東大沢市の、市の条例等の、ね、決まった追加のやつべての、ね、その書類を自分の机の本棚に置いて、ね、時間があれば、毎日役所に出てきて、それを、ね、読破してやった。ね、そして、立派な委員議員としてのね、務めは、ね、 絶対に逃げられないような質問をね、究極の質問をされていた。このような議員がね、使われた部屋に、六法もなけりゃ、方自治法も見当たらないわけなんですに、ね。単なる資料がパソコンの横にね、束になって置いてあっただけなんですね。さあ、このような議員が4年間ですよ、東大阪の 一人会派ですよ。ね。私があの動画でも言っているように。ね。一人会派であれば、ね。いざという時に議会事務局から連絡しても、ね。私の返事を取ってもらうにしても、4日も5日も、ね。議会事務局困りますに、伝言をやって帰ってこない。ね。さあ帰ってきたら3日も4日も遅れてから、ね。 議会事務局へ連絡をするような人物ですからね。とんでもないですねこれが4年間、私が表題に書いたように、ね、ね税金丸儲けの議員である。ね、はっきり言ったら税金泥棒ですよ。このようなものが、賛成党の議、今ね、いろんなネット、私のたまに見るんですが、神谷総平氏の ね、ネット、ね、見たらどうもバラバラになっていくような雲行きなことが情報として、ね、流れていますね。しかし私はね神谷宗平出てきた時にね維新の会を作ろうとした時にねいろんな状況もねある程度知っていますよ。ね。吹田市の議員をやっていた、ね、豊中その方面でな政治家として活躍していた。 ことは知っていますよ。しかし、ね。この自分の子会である地方議員、ね。参政党の議員、とんでもないものが議員として当選した。そしてネットで当選したのに、自分がネット、人のネットに登場することを嫌う。ね。そして、ね。やめてくださいよ。こんなね、泣き言を言うようなものがね。 東大阪50万市民のために、ね、何の政治の思想もなければ、また東大阪市のことを勉強する気もない。そんなものがね、現在東大阪の市議会議員としてね、当選してきていることにね、まあ私のね、私はね、政治活動家なんですよ。皆さんご存知のようにね、 政治行政、徹底的に挑戦して、私いつも言ってますね。私がターゲットとするのは、ね。役所と議員である。ね。ですから、ね。ぼちぼち。この人物が、吉村大輝という議員が本当に中小坂のここのところに住んでいるのかどうか。ね。住んでいなかったら、 ね、これ、居住疑惑になるわけなんですね、あとはもう裁判所の判断になるわけなんですよ。と言いますのは、公職選挙法っていうのはザル法ですよと私は何回も言ってますね、きょもね、選挙管理委員会の辞、ね、席と話したんですが、堂村さん、八尾の方で居住疑惑、調査されたことをよ、よくご存知ですからねと、このような話をしてたんですよね。 というのはもう法的にね、公職選挙法では、居住疑惑などは3ヶ月以内。ね、議会出席人数の3分の2以上で可決するとなっているので、ね、居住疑惑があった場合は、議会で審議しなければならない。ね、となっているんです。まだその上があるんですが、まあその上はもうちょっと置いときましょうかね。ところが、この3ヶ月を過ぎて居住疑惑というのは、一番何をもって判断されるかといったらね、 公共料金、電気、ガス、水道の料金を毎月払っているかどうかなんですね。3ヶ月間、4ヶ月間。な、さあ、この、吉村大輝という議員が住んでいるところはシェアハウス。つまり、10人入っていたら、電気、ガス、水道を10人、順当10トン分して払う。うまいこと考えたとこ入っているもんですね。 しかし皆さん、これが今の先端を行くインターネットで当選してきた議員らのやること、そこまで計算しているんですね。居住予約、ね、バレないように。公共料金だ。これをちゃんと払っていたら、ね、居住していると認められるんだ。それにはシェアハウス。 みんなでね、10等分、10人住んでいたら、10等分分けてね、請求される。それを払っていたら、ね、生活していることになる。よく考えたもんですに。ところが、私はね、興味深かったらに、ね、いろんなところへね、調査するんですよ。ね、なぜかというと、私はね、便利屋ですよ。 便利屋で、今までね、40数年間便利屋やってきて、いろんな調査方法を知っているわけなんですよ。ね。ですから、ね、単なる居住疑惑、そういうところを持って、そして皆さんにいつも言っておりますように、私は自分で訴訟をかけるんですね。いつどこで誰が何をどうした、この3つ、4つ、5つが、 ちゃんとして説明できることが書状に記載できたら、その証拠を持って裁判所へ、これは失職である。というね、これ、ところが私ね、こ,ことようなことばっかりやってても、自分の、ね、皆さんに広、ね、報した、ね、この投票の、ね、私の、ね、実質で書いた投票所があるかないか。 筆跡鑑定をするとこまでね、今、資料集めしていますんで、もう、あとね、10日もかからないうちに、ね、0人で申請したね、筆跡鑑定を行いますからというね、これの回答、ね、開示できませんという回答をね、来ないと、訴状、も、まあ、ある程度訴状は書いてるんですよ。ね、それをもって、証拠書類をつけて、あとはその証拠書類の過条書きで、ね、 1> 高一号章からずっと順番をつけて、その説明をつけて出すわけなんですね。ですから、その証拠書類の高一号章、二号章、三号章というね、説明をつけて、ね、これがどのようなことで、ね、この私のね、表がね、鑑定することになったかという理由をつけてね、そして提訴するわけなんですね。さあ、そういうところに、またこのね、 賛成党の、ね。だからこのね、私がね、長々と今日の出来事をね、皆さんにお話ししておりますけども、ね。本当にね、この日本国の政治家国会でも漫画みたいな国会が行われてますね、今。ね。森山文教の大臣文、ね、文部大臣、統一教会の 推薦を受けて、どういうことですかえそんな朝日新聞が書いた写真があるのであれば、ね私、それ推薦もらった。しかし、私は行ったこともない、それを見たこともないと言っていますね。とぼけたおっさんですね。ねこの東大阪の宗教、浩一もそうなんですよ。東大阪市議会議員にね、会費1万円を出して払って、ホテルである、 野田市長をね、講師と呼んでですよ、統一協会、ね、世界平和連合、十州府連合のね、その総会、そこに講師として東大阪市の野田市長を呼んで、それを呼んだのが、おそらく衆議院議員の宗清光一、そしてこの宗清光一が、ね、自分の子会である右近範弘や、ね、今はもう、 議員や辞めた人物なんですが、そのようなもの自由民主党議員にね、しかも公明党議員までそこへ行って、ね、統一教会のところへ行って、ね、統一教会が売っていた人形、可愛かったですってコメント言った、これ飛ばされたんですよ、私の行動によって。でしかし、他にもいるんですよ、公明党の議員が、行、ね、った議員が。私がね名前を出して攻撃しなかったたびに、このたびで首がつながっているんですよ。 ね、それに私がね、この前、ね、11月ですね、21階のフロアにみんな議員の委員会の休憩の時に出てきよった時に、私が名指しで、そのね、議員に、公明党の議員に言ったら、ね、すいません、ありがとうございますと言ってましたけどね、まあ、東大阪市民のためにね、頑張ってくれる議員に対してはね、私は何もね、文句は言いません。しかししか今日面会した 参政党の吉村大輝。このようなものがね、東大阪市の市議会議員4年も務め上げて、年間のね、もらう給料、ね、1000万、1500万。たまったもんではありませんに、ね。本当にね、税金泥棒無理ところですが、 東大阪の市民のために、ね、なるような思想さえ持っていない。だから私が、あのね、YouTube でやりましたね、投稿されてますね。あなた、東大阪市民のために、ね、何の政策も持っていないのであれば、なぜ国だ、国会だと言うんであればね、最初から国会議員に実行しないんだ。それでも、本人は、もう私はいいですわ、と。自分の部屋ですよ。 私は客ですよ。市民ですよ。その市民をほっといて、自分の部屋をし、まあこれも自分の部屋というか、我々市民の税金で与えられた議員の控え室なんですが、そこをね、出て行って戸を閉めたんですよ。ね、当然、議会事務局の職員も呆れてましたよ。当然、おそらく、 ね、録音していますから、それは事務局長に当然聞いていただいてと思うんですが、私もそれからね、職員と一緒に事務局長に会いに行って、実は高校だったと、とんでもない議員だと、自分らも苦労するなと、ね、いう話をしたんですがね、それにしてもね、あの、日本保守党、ね、このような百田直樹さんのようなね、 思想、心情を持った人が出てきたら、本当にね、このね、日本という国はね、ご皇室、近上陛下、これを建てつる人間であればね、必ず日本の国を変えることができる。今の政治かどうですかご皇室をないがしろにするような、 報道があっても、誰一人として、そのような悪道報道をしてね、するような国会議員一人もいませんに、ね。だからこのような、ね、不愛評価しているような社会になっている、政治家の精神までもが崩壊している、資本主義社会の末路的現状と私はいつも言っておりますに、ね、このような状況の中においてね、 やっぱりね、菊の門を、門所を掲げた、その人を持った人たちは、必ず国を変えていることができます。ね、それが日本、ね、この2684年、ね、世界に類を見ない歴史を刻んだ日本国、ね、 ここは日本民族精神継承としてね、万世一系の五皇室を賜っている。それをね、発行一室のもとに言われた、我が日本国が中心となって、全世界でその思想信条を届ける。これが教育直後なんですね。 戦後日本、すべての民族精神を解体するような教育を78年間やってきている。戦争は100年周期で起こされる。我々の先祖先輩が教訓として教えていただいた。さらには、我が日本国は、 外国に潰されるのではなく、戦後の学校教育、変更教育によって、国民の精神、心から潰れていくと、このように寄付された言葉が、今、はっきりと、私たち国民の目の前に迫ってきていることを、多くの 国民が実感されているんではないでしょうかね。だから、自分のやりたいようにやっていくような世界になってしまっている。だから、言うことは立派に聞こえても、やっていることはむちゃくちゃでたらめ。そうですね。今日の <laughs> 賛成党のこの吉村大毅議員にしてもそうですね、自分が市議会議員になってバッジをつけているというに、そのような認識さえ、とぼけた認識しか持っていない、政治家としての思想、信条、何も持っていない、ただ、受け継がれて、受け売りで政治のことを語っているだけ、しかし、この学歴、 びっくりしますに、ね。法科関西学院の関西大学ですかに、ね。関西大学の法学部、法学政治学科卒業としてあるんに、ね。これ、これそうですね。ここ。ね。ならばね、政治家としてのね、指針が今日見えましたか皆さん。 私の面談で、このライブを聞いておられる、ね、皆さん、この二つ前の吉村大樹議員の、ね、男前の姿が映 <laughs> っている動画、しっかりと見てくださいね。そして、賛成と、神谷さん、 あなたの子会である、地方の市議会議員。このようなものが誕生しておりますよ。人は石垣、人は城と言いますに、ね。あなたの石垣、どこかそこらから拾ってきた土台にならない石垣がありますよ。あ,あ、こんばんは。 いつもありがとうございます。<laughs> とんでもないところへ、ね、今日、神谷市の子会である参政党の <laughs> 吉村、本当にね、漫画みたいな議員でしたね。私はね、1か月、面談、向こうから日曜を設定されたので、面談しに行ったんですよ。 <laughs> どうしたところはどうでしたか、あの動画見られて、漫画の人生でしたね、あれが市会議員に当選して、ネットで当選したものがネットを怖がって、やめてくれって言った、あの漫画的人物なんですね。さあこれから私のの球球団団するる政治家への団が始まる